こけんなよ。あ、包帯してる、やっぱり。ほらめっちゃけ無理だよ。ヘリコプターに乗ってた時の騒音はすごい騒音だ。さあ来ました。騒音すごいからね、ヘリコプターってね。あの距離のかつあの騒音聞こえるとはまあ思えないね。来ました。励ますか放っておくか。この放送ってさ、アンケートできるんだっけ？アンケートしようかね。あ、コミュニティレベル25以上だって。ごめんね。無理だわ、うち。うちレベルまだ全然到達してないから使えないわ。さあ、どっちにしましょうか。ぜひ、ぜひ、リスナーさんコメントで、選んでみてください。上から1番、2番にしましょうか。1番励ます、2番放っておく。1番、みんな優しいな。励ますんだ、やっぱり励ますんだ。いいね、いいね、みんな優しいね、優しいね。よし、じゃあ励まそう。まだ助からないと決まったわけじゃない。そうですよね。頑張れ、相沢。その靴はちょっとあれだな、履き替えた方がいいな。どうか靴屋で。怖いよね。高速道路が揺れるってさ、ほんと怖い。おい、道を探さなければならない。どこからか降りれるはずなんだ。あそこに何かが見える。あの辺かな。走んなって言われたけど速攻走ってるよね。まだこの揺れは小さい揺れだ、大丈夫だ。相沢さん、ちょっとあれだよね、歩幅が合ってないせいか時々走るよね。来ません。ボタンを押してみた。いやいや、乗るなよ。反応がない、壊れているようだ。この非常事態にエレベーターなんか乗っちゃダメだよ。作業用のはしごがある、降りますか。さすがにこれは俺選んでいいよね。降りるよ。降りないと進めないから降ります。リスナーさん決めていただきたいのは、このキャラクターたちとの交流とか、そういう選択肢についてはお願いします。誰もいないですね。はあ、今頃飛行機に乗ってるはずだったのに。ほら、これ親戚のおじさんがくれたんですよ。これ日にち間違えてない？え？ほら、昨日のチケットなら21日じゃないと。チケットには搭乗日6月20日と書かれている。スーパードジッコ相沢。もうなんでこんなことに。せっかくいろいろ準備して。あ、ん、忘れてた。
私犬飼ってるんです。突然だな、おい。旅行の間、向かいのおばさんに面倒見てもらってたんですけど、大丈夫かな？連れて行ってくれてるかな？おい！まあな、それは動物とは気になるわな、飼っていれば。動物も、あ、なんかあるぞ。ルーペ。装備する。装備しました。左手にルーペ。果たして何人使うんでしょうね。ねえ、相沢さん。相沢さん、ちょっと話しようか。みんな救助されたのかな？やばい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 、でかい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 、揺れがでかい。あいつは走ってんぞ俺踏ん張ってんのに、あいつはすげえな。救急車が開いている。何か手当てできるものを確保しておいた方が良さそうだぞ。覗くぞ。何かがあるぞ。包帯、はい、ゲットしまーす。ここで地震のニュースです。今回の地震ではマグニチュード6という地震の規模に対して建造物の損壊が激しく、専門家の間では政府の発表を疑問視する声が上がっています。現在救助活動は順調に進んでおり、新たにおよそ280名が救出された模様です。軍手装備する。よし。これ思うんだけどさ、こうやっていろいろ装備することによって、なんだろうな、防御力とか上がるのかなあまりわからないけれど。お前ばっかり装備しないで彼女に装備させてやれよって思うんだよね開いてないね。これこからどう行くんだったかな。こっちだったかな。え、そろそろ水がないときついな。この辺確か水あったはずなんだけどな。水ない？あれ水じゃない？水発見。飲めそうだ。よし、飲むぞ。うわ。一息ついた。がっつり飲んだ感じがするよね。汲む。よし、入れました。で、これね、相沢さんにもあげることができます。ちゃんとね、水をあげましょう。ペットボトル、真水3入ってるから。これはい、あげる。飲み水を渡した。ありがとう。感謝された。汲んでおこう。よし、よし、行くぞ。相沢、急ぐんだ。喉乾いてきてる。ちょっと走り続けてるからね。ここかな。開きそうにない。エンジンがかかったままの車がある。
トラックがある。トラックの中に何かあるかい？バールのようなもの。よし、バールを背中に装備した。これには乗れない。あ、人が倒れているじゃないか。人が倒れている。生きてます？脈がない。くぅ、開きそうにない。これ一旦向こう側かな。反対側に行こう。行くぞ相沢。ここに行けるところ。地図見せてください。ほ、うん、この辺りで私が知ってるのはここにコンビニがあったと思うんですけど、こんなところです。わかった。よし、でこのバスを、非常用のドアがひしゃげている。何かでこじ開けることができそうだ。行くぞ、必殺バールだ。ガスン、開いた。乗るぞ。何かが落ちているようだぞ。果汁ジュースだ。はい、いただきます。パトカーが暴走していく。よし、降りよう。ちょっと待って、どっちから行ける？この不吉な音。あ、開いている。あそこから行けるぞ。右から抜けられるか。まずい。うおー、死ぬ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 。死んでまう、こんなとこでやってたら。うわ、おい、いつの間にか倒れてるじゃないか俺。ふう、いや、 なんか乗り切った感がすごいんだけど、イベントすっ飛ばしたような気がする。申し訳ない。たまりもないですよ、こんなの食らったら。見て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 、揺れてる。超怖いよね。登れるところ、あ、あったあった。あれ、こっから行けるかな。コンビニがあるって言ってたよね。コンビニ行こう。非常事態だ。まあ結構取られてるかもしれんけど、竜巻？あれ？煙かな？
ただの煙だと思うな。あ、そういえば仕事って何でしたっけ。新聞記者、報道新聞の。へえ、なんかイメージ違いますね。よく言われるけどね。これ島全体の地図ですよ。報道新聞の場所は載ってないですけど、持っていったら役に立つんじゃないですか。確かに。コンビニ地図。はい、ありがとう、いただきます。首都東王旗。これ裏から行くんかな。ここトイレだったトイレでした。ここから行くんだな。サングラス、いいえ、とりあえず取るけど装備はしないよし、ペットボトル M 手に入れた。水を汲みたいね。水ないかな。もうアイテムはない感じ。もうないね。ないか。あー、なんかあるよ。ジュースの素。スペースがありません。来ました。あー、棚のそばでこんなことしてたら棚倒れてくるじゃない。怖い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 。穴が揺れてる。地震長いな。ですね、あ、読む。何を読むんだろう。首都東王旗、東王旗、首都東王旗、首都東のちょっといい店特集。レストランアンジェリーノ、さっきの店じゃない。航空連絡橋の上にある一風変わったイタリアンレストラン。オーナーシェフのトニオプラベーノさんは陽気なラテン系、イタリアの家庭の味にこだわって飽きのこないメニューを心がけているとのこと。ウミツバメからもアクセスできます。ジュエリー、キドリア、有名ブランドからオーダーメイドまで、ここに来ればあなたの魅力を引き立てるジュエリーがきっと見つかるはずだそうです。コンビニ地図。コンビニで手に入れた地図だ。当店入手した場所は島の南西部にあるようだ。そうね、解体できるものは何もないね。このな、マイクいつから入ってないかわかんないけど、ちょっと切れたので接続し直しました。これリュックの中身をね、整理しないといけないという。ペットボトル S が、あー、悩むとこだね。ペットボトル S いらないかなと思うけど、どうだろう。あ、果汁ジュース、飲んじゃえばいいんだよね。捨てるのもったいないね。それってさ、ジュースの素だよね。何かに入れることによって、水をジュースにできるみたいな。
甘みも大事かな。ちょっと待って、ここ相沢お前にも水やると。あ、部屋の中だと涼しい。でもちょっと埃っぽいですね。そうだな、お前寒そうだな。大丈夫か。果汁ジュースをやろう。あれ飲んじゃった俺。果汁ジュースって俺が飲むのか。マジか。じゃあジュースの素を混ぜちゃおう。使うジュースの素使用できません。組み立てかな。組み立てで松明、バール製、そんなのができるんだ。手製ハンガー。アイテムを組み違う。ペットボトル S とジュースの素。お、材料合ってる。はい、トゥルルルルリーン。あれ、相沢さんにあげたかったんだけどな。相沢さん、水あげるよ。俺ジュース飲んだから君もジュース飲むかい。ジュース飲むかい。合ってるよね。 OKOK。 これあげる。飲み水を渡した。ありがとう。逆に喉乾くかな。くむ、よし OK だ。でセーブもしておこう。よし、オッケー。ひどい。よし、行くぞ。まだまだ道は長いんだ。よし、本当に誰もいませんね。もうみんな避難したんでしょうか。そのことばっかりだな。マップを見よう。はい、マップ、今ここです。キサラギ通り、キサラギ通りだね今ね。よし、やばいぞ。危ない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 。まだ揺れてる揺れてる、まだ揺れてるよ、まだ揺れてるよ。相沢走り回ってるよ、相沢走り回ってるよ。犬かな。犬なのかな相沢くんは。ここでまた君とお別れするのか。あそこ登れませんかね。ギリギリかな。それじゃあ私が行って探してきましょうか。あ、すいません。
頼んだぞ相沢。またロープみたいなものがあればいいんだが。なかったらとりあえず役に立ちそうなものを持ってきます。なぜ一回使ったロープを持ってこないんだ。固く縛りすぎてほどけなくなったのかな。ねえ。はい、とりあえずこれを。役に立ちますかね。もうちょっと探してみます。アイザー頑張れ。ん？何かあったのか。